ヒゲダンのライブの楽しみ方、おすすめをちょっと言っておきます。ほう、まずは肩より上で手拍子をする。Chasing thunder 共に果てを探そう、真っ青に焼けるタイヤ、そこのハゲたグリーンのゲラ。 Chasing thunder 共に果てを探そう。あとはその手をこう上に上げてこう左右に振ります。まあよくライブである動作だと思うんですけど、ヒゲダンはこれを心のワイパーと呼んでおります。やっぱりこう現代社会、いろいろな複雑な問題があります。こうね、理不尽なことがたくさんあります。でそういうこうところでいろいろこう自分のこう感情をあまり出さないようにしてたりする部分が非常にあると思います、皆さん。でそれをこう心の曇った窓をワイパーで拭いてくださいと、まあ、いう、こうコンセプトで、ライブをしっかりやっております。ワイパーライブかも。初めて来る人、一人で来る人、何回も来てる人、何人かで来る人、もう誰もが平等に楽しめるような最高のライブになること間違いなしなので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。特にさっきのクラップとワイパー、この2つが、できていると、あのライブが 150% ぐらい楽しめますのでね、ぜひ、得得して、ストレッチしてから来てもらえるんじゃないかなと思っております。さあ